ました。陽平チャンネルです。おはようございます。今日は早朝から練習でした。早朝練でした。早朝練です。久々の GS ですね。はい。どうですか、GS は。荒れてましたね、今日の晩は。ああ、結構タフでした。タフでしたね。なかなか。膝ぐらいまで惚れてましたね。はい。ただ、それ、下地は硬かった。下地はあったんで、うん、まあ、ちゃんと乗ってれば問題ないかなって感じです。ああ、そうですか。じゃあこれで美味しいご飯食べれますね今日は。牛すうチャーハンか豚丼かラーメンか、うまい飯食いに行きます。小麦粉解禁しましたね。解禁しました。あ、よかったね。よかったですね。美味しいご飯食べて頑張りましょう。はい、頑張ります。お疲れ様です。ナイス。いい天気です。はい、いい天気です。阿寒湖町ですよ。阿寒湖町ででてれれてれれ。久しぶりに聞いた。てれれれ。あ、ジョエルの鹿のどうですか、エゾジカの。興味ある、本当に。本当に今すごいって興味あった。はい。鹿の人。傭兵散歩だよね。傭兵散歩。いやー、これちょっとあったかいな。あったかいっすね。大丈夫かな。明日か明後日雨降るんでしょ。あ、ほんとですか。うん、らしいよ。あ、すごい、すごい。らしいよ。5つの幸せの色。優しい心、微笑みの心、愛の心、美しい心、幸福の心ですよ。どうですか。ああ、いいじゃないですか。何がいいんでしょうか。気持ちここにあらず。あそこのね、蕎麦屋さんも美味しかったです。そうですか。うん、明日じゃあそこに。いやいや、ここのね、カニラーメンが美味しい。カニラーメン。うん、カニラーメン食ったよ今日朝。日本海でホタルイカが湧いたんだよ。あ、そうなんですか。そう、なんか友達がいっぱい取ってた。へえー、いいか。いいよね、食いたいよね、ホタルイカ。うまいっすね。ホタルイカとやっぱりベニズワイガイかな。いいですね。食いたいよね。いつだか板倉に送ってもらって食ってたよね。あ、食いましたね。うまかったっす。あれうまいよ。傭兵さん、ここ何できるんだろう。目的の尖閣に着きますよ。さあ、今日のお昼ご飯の目的地、尖閣です。中華料理ですね。はい、うまいんだ。昨日も来たっす。うそ、はい、2日連続じゃん。ついてるか。どうか、尖閣。何いけるんですか。チャーハンと担々麺。ちょっと、あ、俺だった。はい、失礼します。失礼します。89年、石井トマト一緒。無の顔だ。腹減ったけど眠い。いただきます。担々麺です。チャーハンからの担々麺です。担々麺です。すみません、失礼します。完食です。完食です。はい。
食ったね。頑張れよ。明日はスラロームの練習です。今日は何食ったの？餃子食った。餃子食いました。おはようございます。眠そうです。疲れております。疲れました。優勝おめでとう。久々の GS 優勝。何？今日2番スタートで35番タイムでした。どうですか、その怪我じゃ。出直し。出直し。立てない。でも、エグザイル6じゃないかって。そう、そこはね、翔平くん全部3代目の歌い方で歌うから。どうですか、その辺に関しては。出直します。